米原市は、滋賀県の北東部に位置する市である。米原市市街地。奥に見えるのが、琵琶湖。交通都市として知られ、古くから中山道と北陸道の分岐点として、発達した。市の中心部である米原が、北国街道の米原宿にあたり、地域南部を東西に通過する中山道には、氷川清の楽曲、バンバ」の中太郎で有名なバンバ塾。 サメガイ塾、柏シ塾の3カ所の宿場町が置かれていた。また、現在でも、国道8号と国道21号が分岐し、前原 JCT では、名神高速道路と北陸自動車道が分岐するなど、交通の結節点としての役割を果たしている。滋賀県内で唯一、東海道新幹線の駅が設置されている。そのため関西圏 中京圏ともにアクセスが良く、新幹線では、米原駅から京都駅まで19分、新大阪駅まで35分、一方名古屋駅までは27分で到着する。自然資源も豊富であり、日本百名山に数えられる、鉱山植物の宝庫、いぶき山、源氏ボタルの群生地として、有名な天野川中流域と、三島池、滋賀県。 岐阜県にのみ生息する魚ハリオや希少植物、バイカモといった貴重な生物が見られる、地蔵川などがある。市内の神津原にグランスノークイブキというスキー場がある。米原の読み方には、米原と米原の二通りがあるが、氏名の制定にあたっては、旧米原町の米原ではなく、知名度の高い米原駅に合わせて、米原を採用した。 北陸自動車道の前原 IC の読み方は、開通当初、前原で2001年6月4日に町名に合わせて、前原に変更されたが、前原市が発足したことで、再び自治体名とインターチェンジ名が食い違うこととなった。前原市中心部周辺の空中写真。1982年撮影の4枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。山地河川湖小気候は年間を通じて日本海側気候に近く特に旧山東町と旧伊吹町は冬季に雪が多い豪雪地帯でもある。1927年2月14日には伊吹山で11メートル82センチメートルの 観測史上最大の積雪量を記録した。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると3.35%減の38,719人であり、増減率は県下19市町村中13位。中世を通して前原市北部、西部は京国市の本拠地として栄えた。京国市ははじめ、 清滝の柏原を拠点に、北、大海を治めたが、戦国時代には、伊吹山麓の上平寺に、京国間を移して動乱に対応した。南東部は、室町幕太様州でもあった土石の領地として、栄えた。土石は、館の他に、万場城、釜の覇城を築き交通の要衝であった東山道、万場周辺を守った。市長役所前原市は、 本所機能を一つに集約した本庁方式をとっており、主に本庁舎に部署が入っている。また、米原市省公会やビ・レバンガも本庁舎内に入居しており、今後は三等市所に外部事業所が多数入居する予定。そして、市役所から遠い場所には行政サービスセンターがある。再開発市は2015年秋。 地方創生総合戦略の取り組みの一つとして、前原駅東口周辺町づくりプロジェクトを打ち出し、そこに建築家の熊健吾らが参画。その中では、民間主導で、前原駅周辺に、都市機能や飲食店、マルシェやホテル、住宅地などを整備し、賑わいの創出を狙う宿場町構想が提案された。2016年には、プロジェクトの一つである、新、 統合庁舎を、米原駅東口の私有地の一部に建設する案が、市議会にて可決された。なお、統合庁舎完成後は、従来の3等、いぶき、大見地域に窓口機能や地域振興機能を持つ市民自治センターを設置。また、3島地域については、自治センターに加え、3等、いぶき地域を区域とした総合支障を配置する。 2021年5月、前原駅東口に本庁舎として会長。また、三島庁舎は、三島支所に、いぶき、大見庁舎は、いぶき、大見市民自治センターとなり、前原庁舎は閉鎖された。市議会議場を本庁舎内に持つ。県議会衆議院サメガイ木町美術館柏原塾、歴史館郵便番号は、以下の通りとなっている。 国内農業漁業,業工業などなど、伊吹山を背景に、前原駅へ向かう新幹線前原駅、前原 JCT 道の駅大見葉派の合志の中心となる駅は、前原駅であり、東海道新幹線のホームが存在するほか、在来線では、東海道本線と北陸本線がそれぞれ分岐する。路線バス高速道路国道県道青木市寺 柏原宿旧サメガ郵便局局舎三島池に泊まる水鳥と伊吹山。ありがとうございます。